こんにちは。これは穴水の絵の具で、絵の具じゃなくて指輪でパカッと開くんですよ。でここに口紅が入ってたんですね。これすごい最小の持ち運びパレットになると思いませんか？絵の具をちょいと入れてみましょうか。私の好きなオリーブグリーン、ちっちゃく入れればね、4つか5つ入りそうだよね。で、こことかスパレットとかさ、やばくない？まさかパカッと開けたら絵の具が入ってるし、少し入れた。ライトつけた方がいいかな。えい。次何色入れよう。ホルベインばっかり入れよう。グリーンが入ったから、黄色と明るい黄色とついて触っちゃうね。三原色乾いたら楽しみだね。黄色でしょ。なんかいっぱい入りそうだよね。ちっちゃく開かない。朱色はやめて、ロードマザーにしようか。固まっちゃって、ロードマザーを購入。これ乾いたら楽しみだぞ。間違えて蓋に乗っけちゃった。オリーブグリーン、黄色、ローズマダー、青だね。青はコバルトブルー、ヒュッ91。まあ、毒じゃなくてよかったね。毒を入れて、睡眠薬とか毒を入れて、パカッポイ、飲ませるスパイ。
オリーブグリーン、イエロー、ローズマザー、コバルトヒュー、次何色入れよう。茶色かな。バウントアンバー。バウントアンバー。バウントアンバー、133。いいか。かかるとすか、134。必殺。やば。真ん中にも入れようかな。緑、赤、緑、黄色、赤、青、茶色。真ん中は、何色がいいんだろう。悩むね。明るいグリーン。イエローか、コバルトグリーン、コバルトグリーン結構好き。コバルトグリーン真ん中に、えいえい、ねー。これで絵が描けるんだろうか。でもね、色がちょっと欲しい時にちっちゃい筆でちょいちょいっと。そしてここにはハイライトを入れたいですね。桜ポスターカラー大好き。開かない。開かないんだよ。これでハイライトも問題なし。ちょっと上の方に少し。すごーい。ちょっと絵の具を取るのが大変そうだけど、ちっちゃい筆でちまちまやればちっちゃい絵が描けるぞ。乾くのを待ちましょう。指輪パレット。1、2、3、4、5、6、7、7色。ここにも何か入れようかな、もう一個。肌色は、なんていう関係だろう、読めない。キー。センスは関係なし。肌色。とにかく色をたくさん詰め込むんじゃ。
ダイルを入れて、使いそうな色、かわいい肌色、ハニールリューコール、こんなもんか。黒、いや肌色の隣に黒が嫌だよね。朱色、朱色、ここは3つ入れといて、ちょっとずつ入れといて、絵の具で遊びまくる。できたー。残念なことに指が太って小指しか入らない。早く乾かないかな。これはお出かけ用かな。結構たくさん入れたよ。乾いたら蓋を閉めよう。真面目に絵を描きなさいと怒られそうですね、そろそろ。デッサンだけしてまだ色塗ってません。おばあは仕事が遅いね。気長に待っててね。ちゃんとやるから。かわいいね。では乾くのを待ちましょう。それではさようなら。おばあの挑戦は死ぬまで続く。バイバイ。